皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、あなたがあなたらしくいられるような心が安らぐメッセージをお届けしています。はい、今回のテーマなんですけれども、お二人ね、お便りレターをご紹介する予定です。お一人目がですね、推し活。はい、これにハマりまして大事なことに気づきましたというね、素敵なメッセージいただいてますのでご紹介します。で、そして2通目がですね、お勉強の話です。うん。教員のね、採用試験に向けて勉強中なんですけれども、なかなかね、身が入りませんということでご相談いただいてますので、一緒にね、考えたいと思います。はい、ぜひね、最後までお付き合いください。あ、でね、その、本編の前にですね、最近ね、レターね、匿名で1行いただいてまして、投資について少しお聞かせいただければ幸いですとだけね、送っていただいた方いらっしゃるんですけど、これね、あの、投資、どんな投資でとか、こういうのに迷っててとか、こういうこと知りたくてっていうの、なんかもうちょっとこう、具体的に書いていただければ僕も考えやすいですので、この投資について最近レター書いていただいた方、よければもうちょっと具体的に、ここが知りたいよとか、ここが聞きたいよっていうポイントをね、教えていただければと思います。はい。というのと、カウンセリングにね、興味がありますということでレターいただいた方は、あの、ご返信ね、してますので、スタンド FM の、アプリの通知をご確認いただければと思います。はい。よろしくお願いします。というわけで、レターをご紹介します。ナベトモネーム、甘酒レモンさん。渡辺夫婦のお二人、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。はい、お久しぶりですね。3ヶ月、私が何をやっていたかというと、なんと、どっぷり推し活をしていました。今も継続中です。おう、何の推し活をされてるんかな。正直に言うと、今まで推し活をする人たちをバカにしていました。手の届かないアイドルに時間を割く意味ないやん、かっこ笑いと。この最後のかっこ笑いは私にとってかなり深いトゲであり、自分は絶対そっち側には行かないと見下す気持ちがありました。ひょんなことから沼にはまって、そのまま素直に自分の心に従ってみたら、いつの間にか私推し活してますと胸を張って言える自分になりました。景色がガラッと変わり、自分が知らなかった自分と出会いました。私は推し活を進めたいからレターを書いたわけではありません。自分の大事にしているものを大事に思い、好きなものを好きと言い、そういう自分最高と思えることがこんなに毎日を幸せな気持ちにしてくれるんだと気づけたことが嬉しいのです。自分がそれを実感したから、他の人が言うことにもそうだよねと答えられることが嬉しいのです。自分の本音を大事にするという合言葉がこんなに私の人生を変えました。きっかけは渡辺夫婦です。ありがとうございます。はい。というね、レターをいただきました。甘酒レモンさん、お久しぶりです。この、ね、最近、コメント、レターで登場してなかった3ヶ月間、私が何をやっていたかというと、推し活をしていましたということで。あ、アイドルのね、推し活なのかな？もしかしたらね。いや、これね、すごい深いと思いました。うん。なんかおっしゃってることがすごくわかる。で、そしてね、今回その甘酒レモンさんが伝えたいことっていうのがこんなにクリアにね、伝わってくるのは、推し活ね、多分推しの話もすごくしたかったと思うんですよ。実はこんなにね、ハマりまして、こういうグループがいまして、みたいなこともね、伝えたかったんちゃうかなと思うんですけど、それを言い出すと、推し活の話にね、レターがなっちゃうんで、いやいや違うと。ね、私が今回伝えたいのは、推し活を進めたいからじゃなくて、そのね、もともと見下してた推し活を自分がハマりましたと。ね、その過程でこんなね、気づきがありましたっていうのを伝えたいんやっていう、その思い。だからその推し活の具体的な話はね、封印して、こういうね、書き方になったんかなみたいなのも想像して、うん、なんか甘酒レモンさんの思いがめちゃくちゃ伝わってきました。ね、まあなんかもうとにかく幸せそうな気持ちがありありと感じられますね。好きなものを好きと言い、
そういう自分最高と思えることがこんなに毎日を幸せな気持ちにしてくれるんだと気づけたことが嬉しいのです。ね、で他の人にもそうだよね。ね、他の人の好きなことに関してもそうだよね、よかったねと、好きだよねと、幸せだよねって答えられることも嬉しい。自分の好きを認めることができて、他人の好きも認められた。ねえ、幸せな世界ですよね。でね、正直に言うと、今まで推し活をする人たちをバカにしていましたっていう部分で、そのカッコ笑い、っていうのが私にとってかなり深いトゲであり、自分は絶対そっち側には行かないと見下す気持ちがありましたっていうこともね、素直に書いていただいていて、まあ、かなりね、勇気のいることをやったんじゃないかなとも思うんですよ。そういう自分を認めること、そしてそういう自分がいたっていうことをこうやってレターにね書いていただくこと、でね、この、誰かをねバカにしている気持ち、否定している、批判している時って結構なんかその大事なサインの一つかなって思ってて、バカにするとかそっち側には行かないぞ、それはおかしいやろって思う時って、相手にも矢印向いてる、相手に例えば推し活やったら推し活してる人をバカにしている、推し活している人を否定しているようで、実はその自分の否定にもなってるんですよね。だから手の届かないアイドルに時間を割く意味ないやん、かっこ笑い、アホらしい言うてバカにしている、相手をバカにしているようで、自分も何か手の届かないアイドルに時間を割く意味ないやんって思ってるし、それはアイドルだけじゃないかもしれん。何か、夢とか目標とか手が届きそうにない、なかなかこう高い目標やそういうものを頑張る意味なんてないやんとかね、好きなものに熱中してお金も時間も使って、わーっと、感情がね高ぶれる、そんな姿を見て嫌悪感を抱いてるのであれば、そういう自分になることも許せないんですよ。自分が何かうわーって思った時も出せない、だって見下してる人たちと一緒やから。そう、他人への自分のその反応っていうのは結構自分自身を見つめ直す鏡としての役割にもなったりしてて、人に言うってことは自分にも言ってるんですよ、ある意味。なので、こういう誰かに対してすごく否定的な思いが出たりとか、批判的な思いがいたり、こういう人嫌いやわとかね、言うときって結構自分にブーメランとして返ってきてることが多い、って思ってるんですよね。で、例えばね、やっぱり、まあ、僕も最近その X とかね、もうそういうのは一切見てないんですけど、まあ X やらなんやらとかね、 SNS で炎上したりとかあるじゃないですか。とかヤフーニュースのコメントとかねもう極力見ないようにしてるんですけど、まあああいうので例えばこう批判してたり、まあ炎上してたりとかでね、こういうべきやとか、これはおかしいとかね、言ってたりする人いるじゃないですか。で、あれはまああれで、まああの人たちの人生なんでいいんですけど、そうやってこれはこうだとか、あれはどうだっていう持論をねすごく展開して、こう怒りのエネルギーをね、こういうこうするべきだ、これはおかしいって言ってる分、自分の人生も狭めてるとも言えるんですよね。だって人にこうだあだって言うってことは、自分もそれのルールというか枠のね、価値観の中に縛られてしまってるわけなんで、本来まあ人生で別にどんな選択肢もできるはずで、もちろんなんかその社会でね生きていくためにいろんな人と協力しながら生きていかなあかん側面はあるんですけど、でも別にこうあるべきだ、ああるべきだっていう価値観は人それぞれで当然やし、自由に好きにね楽しんだらいいわけなんですけど、これはおかしい、あれはおかしいっていう、まあなんていうかな、自分を縛るルールというか、鳥かごの中で生きるというか、人に対してこうああだこうだという分、自分の人生も、狭められてしまう。まあ推し活で言っても、
推し活を否定的に見ているってことは、自分自身もその推し活的なことを否定しているし、推し活に限らず何か推し活を通して、見ているもの、推し活を通して他人に見ている姿は自分にとっても受け入れがたいものやしっていうね、なんか伝わりましたかね。で、甘酒レモンさんはもともとそう思ってたけど、まあひょんなことから沼にはまってでね、まあ、人生何があるか分かりませんね、ほんまに。否定してたと思ったら自分がハマっちゃった。で、ハマった時に、うわ、こんな推し活している人に自分もなりたくないって言って遠ざけるもよしなんですけど、まあ甘酒レモンさんの場合は素直に心に従ってみる。まあ好きっていう気持ちがやっぱあったんでしょうね。うん、いいな、楽しいなとか好きやなみたいな。うん、でそれに素直に従ってみたら、まあいつの間にか推し活してますって言えるぐらいの、自分ね、ハマってる自分、なんかそのもともと推し活している人をこう見てたっていうね、のじゃなくて、自分も好きなことに没頭して熱中して楽しめるやんっていう自分と出会いましたって、すごく素敵なことやと思います。まあ、甘酒レモンさんももしちょっといろいろ布教活動したくなったらまたレターを送ってください。僕自身ね、推し活とかオタ活とかね、そういう推し活してたなとかオタ活してたなみたいな時期って、なんか自分の中にあんまりピンとくるのがなくて、むしろそういうのになんかこう熱中できる人すげえなって思ってるぐらいです。まあ、とにかくね、この甘酒レモンさんのレターを通して僕が思ったのは、誰かを否定的な目で見ている、批判している、こういうのはダメだ、こういうのはおかしい、こうあるべきではない、私はこうはなりたくない、そう思う時って自分をねちょっとこう見つめ直すチャンスでもあって、それってどんな自分なんやろうってね、その否定している自分をちょっと味わってみたりとか眺めてみたりとかね、してみると、もしかしたら自分の価値観の何かが見つかったりとかするかもしれんし、その価値観ってほんまにいるのみたいなねことにもなったりするかもしれん。で、いるかもしれんし、いやいや、なんかこだわってたけど別にいらんなーって、やったええやんって思っちゃうかもしれんし、それはね、ご自身の気づきなんでわかんないですけど、まあ誰かをこう批判しているみたいな、時にはこう自分のね何かがこうこだわりとしてね、こう映し出されている可能性がねあったりもするので、まあ自分をね見つめ直すチャンスかもってことですね。はい、甘酒レモンさん、レターありがとうございます。はい、では続いて鍋とおネーム花さん。大好きな渡辺夫婦のお二人プラスタソタソもこんにちは。こんにちは、大好き、ありがとうございます。悩みを聞いてほしくてレターしました。私は教員を目指していて、教員採用試験に向けて勉強しなくちゃ頑張るぞと思っているのですが、なぜか大学受験の時ほど勉強に身が入りません。理由を考えてみたのですが、1、受験の時と違って採用試験に向けて勉強する仲間が周りにいないこと、仲間が近くにいるかは自分にとってかなり重要で、一緒に頑張ってる、まあね、励みになりますよね。受験の時ってね、こう自分の周りにね、同じく目指してる大学は違うかもしれんけど、それぞれね大学とか、まあ就職のね方もいらっしゃるかもしれないですが、こうね次の人生のステージに向けて頑張ってるね仲間がほんまに身近にいるし、毎日ね顔を合わせたりして一緒に頑張ってる感は確かに、なんかありますよね。励みになるし、悩みもね気軽に話せたり、世間話ねお昼でおしゃべりして楽しんだりとかね。で、2番、その2ですね。そもそもコツコツ努力が苦手で、1年先に向けて今危機感を持って勉強できないが挙げられると思っています。1に関しては、他に勉強する仲間が人がいる環境、カフェや大学図書館で勉強すること、スタプラで仲間を見つけること等で少し改善できそうですが、2についてあまりいい解決策が見つけられずにいます。スタプラって何やろこれ。スタプラ、まあなんか仲間見つける、勉強仲間見つけるサービスかな。スタプラ、なんかそんな感じか。オンラインのなんか勉強管理サービスですかね。そんなんもあるんですね。
お二人は資格勉強されていた時があったと思いますが、試験に向けてどのようにモチベーションを保ちながら勉強されていたのでしょうか。短期的な目標設定の工夫やコツコツ努力し続けられるマインドをどう作られていたのかをぜひ教えていただきたいです。このラジオは癒しであり、自分と向き合う時間にもなっています。これからも応援しています。はい、花さんありがとうございます。おー、教員試験、頑張ってください。僕はね、教員採用試験のことはちょっと詳しくないので、どういうことをせなあかんのかとか、どれぐらい大変でっていう具体的なね、ことはちょっと存じないんですけれども、ね、やっぱ試験なんで準備してですよね。多分面接もあったり、筆記試験もあったりって感じですかね。まあ一つね、その他に勉強している人がいる環境、自分にとって集中できる環境でね、勉強することっていうのは大事ですよね。自宅で集中できるときは自宅でしたらいいし、なんかちょっと気分乗らんなっていうときはカフェに行ったりとかね。僕自身もそやな、カフェに行ったりすることは多いかな。で、大学図書館いいですね。大学生やったら大学図書館はうってつけの勉強スペースやと思います。僕も大学生の時は図書館で、そやな、図書館で調べ物したり勉強したりっていうのはしてたかな。なんか家でね、勉強しようか思ってもなんかついついスマホを触ったり、ついついもうええか言うてコロコロしたりしてしまうので、こうそうできないね。こうみんなもやってるし自分も頑張ろうみたいな環境で、ああせやな、大学生の時とかもなんかそれでレポート書いたりとかね、してたかな。ちなみにこのね、渡辺夫婦の二人ごとリスナーの中にもね、教員採用試験とか教員目指して頑張ってる方いらっしゃるんちゃうかな。花さんだけじゃないと思いますよ。鍋友の中にも教員目指してる方、あるいは今教員でね頑張られてる方、教員の方ねいらっしゃいますよ。レターもいただいたことありますけどね、鍋友にも仲間がいますから安心してください。はいちょっと励みになれば嬉しいんですけども、で、まあ2番ですよね。あまり解決策が見つけられずにいますってことで、コツコツ努力が苦手で、なんかね、過去のその僕らの資格試験の勉強の話とか、なんかいろんなところで話していて、まあよかったらちょっとチャンネル遡ってみたり、検索でね、ワード入れてみたりして、漁ってみてください。なんか勉強の具体的な方法とかは書いてたりします。まあ抜粋してちょっと思い出しながら喋ると、まあ僕は結構資格試験の勉強って逆算型なんですよね。合格点が何点やから、その合格点を取るためにじゃあこの1年でどういう勉強するか、この3ヶ月やったら3ヶ月でどういう勉強したら合格点取れるかなっていう、その合格を目標にしてるんで、その点数を取るためにどうしたらいいかっていうので逆算して、じゃあ今これやろう、じゃあ今これやろうみたいな、こう先の目標からどんどんやるべきことを 見つけていって設定していって、まあそれをこなしていくみたいな感じでよく勉強はしてますけどね。ただね、ちょっと花さんのレター読みながらなんとなく思ったんですけど、ね、2番コツコツ、そもそもコツコツ努力が苦手で1年先に向けて今危機感を持って勉強できないってあるんですけど、これってね、そんな問題なんですかねっていうと元も子もないですか。そのもう今から危機感持ってコツコツやらなあかんことなんでしょうか。ちょっと僕教員採用試験ね知らないのであれなんですけども、なんかね、人によってやっぱ勉強スタイルってあると思ってて、もうコツコツ努力で、まだウサギとカメと一緒ですよ。コツコツ、努力してカメのように山の頂上を目指す人もいれば、ウサギのようにこうなんていうのまあウサギと噛み合ったらウサギ負けちゃうんですけど、まあウサギのようにもうビャーンってね、こう集中力、突破力、やり抜く力というか、こう短期集中型みたいにダッシュしてね駆け抜ける人もいると思ってて、それ別にねどっちがいい悪いじゃないと思うんですよ。だからもし花さんが結構時期も迫ってこう火がついてから頑張るタイプやったら、なんかそれでもいいかなって思うし、まあ要するに採用試験ちゃんと受かればいい話なんで、なんかコツコツ努力が苦手なんやったらもうコツコツ努力せんでもいいんじゃないか。
花さんなりの勉強スタイルで勉強すればいいのではっていう気もねちょっとしたんですよ。でちなみに僕個人はどうかっていうと、まあ、割とコツコツ型やと思います。まあ、こんなこと言うと余計混乱するかもしれないですけど、僕はね結構コツコツなんかやり続けるっていうのは得意な方で、うん、まあ受験勉強とか資格勉強もコツコツ続ける、決めたことをこうやっていく続けていくみたいなのは結構得意かな。まあ、夏休みの宿題とかもこうラスト1週間で頑張るっていうよりは、なんか毎日コツコツ自分のペースで終わらせてって、まあ無理なく終わっていく。まあ最後ねちょっと頑張ったりとかも、うん、あった時期もあったかもしれん。なんかこう尻上がりにやっていくっていうかな。同じペースでやったりもしたし、同じペースでやってそのまますっと終わるっていうのもあるし、最初まあそんなにやらずでもコツコツ手はつけてって、まあ徐々にペース上がっていくみたいな。資格勉強とかだったら結構そういうパターン多いかな。尻上がりに頑張っていくみたいな。受験勉強の時はまあ尻上、まあでも1年前とかこう受験意識しだしてからは、ああ部活引退してからとかは、あ結構頑張、いやでもそうやな、尻上がりかな。やっぱなんか差し迫ってこうほんまにリアルにその受験勉強ね、試験本番とかが迫ってきたら、やっぱ自分のモチベも上がってったし危機感も出てきたんで、より頑張るみたいな。だから尻上がりタイプかもしれないですね僕。コツコツ続けながらこう徐々にペースも上がってくるみたいな、尻上がりタイプかも。なのでもし僕が来年教員採用試験を受けますってなった時に、まあ面接とかね、筆記試験とか小論文とかもあるのかな、こういろんなね科目がおそらくあると思うんですけど、まあそれぞれ今の自分の実力がどれぐらいか、どれぐらい点数を取ったらよくて今の実力がどれぐらいかっていうのを把握した上で、じゃあ1年後に間に合うために今ねこういうことやってこうっていうのを考えるかな、逆算して。でその時に全部ねやっぱこうやろうとするとしんどいし大変やし、モチベない中でねいろいろやらなあかんってなると苦しいんで、まあそれはねどうせ試験直前になったら嫌でも頑張る頑張らなあかんから頑張る時期がね来るので、僕の場合はね、うん、だから今めっちゃいろいろ頑張るっていうよりは、できることを今やるべきこと、例えばなんか英語とかが苦手やったら試験直前になってね単語帳をひたすら見て覚えるっていうのは大変じゃないですか。だから単語とか基礎文法とかはコツコツ、忘れないようにね復習しながら今のうちにやっとこうとか、なんか苦手な範囲とかね、歴史苦手とかやったら歴史のことは、ちょっとずつちょっとずつ馴染んでいこうとか、まあそんな感じに進めつつ試験直前は頑張るという形かな。まあ、ちょっと答えになってるかわからないんですけれども、まあ、参考になれば幸いです。まあ、とにかく花さんの、そのコツコツ努力が苦手で危機感持って勉強できてないっていうのが問題やということで書かれてるんですけど、そもそもそれって問題なんでしょうかっていうのがちょっと気になったので、なんか花さんらしい勉強の仕方、ペースで、別にね教員採用試験無事合格できたらいいことなので、花さんはねどんな勉強がしたいですか、ね、勉強だけじゃなくて大学生活やら日常生活やらアルバイトされてるかもしれんし、趣味とかサークルもねあるかもしれへん中で、今どう過ごしたいですかっていうのをねちょっと改めて考えてみてはいかがかなと思いました。はい、レターありがとうございます。試験ね頑張ってください。というわけで、今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。レター引き続き募集しております。ご相談、ご質問、メッセージ、何でもね、大募集中ですので、お気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。